は樹木という意味の言葉でして、樹木との共生ということをテーマにしたビューティーのブランドになります。樹木のですね、恵みを全身で受け取って、その恵みに感謝して、自分自身が美しくなるだけではなくてですね、その恵みをまた自然に返していくことで美しい未来をも育んでいくというようなブランドになっております。ブランドが標榜しているそのサステナビリティというところを踏まえた時に、何かしら新たにこう森林資源を破壊する手段ではなくて、それをうまく活用していく術、そういう手段で調達できないかなというところで模索していたところ、カリモクさんの方でちょうど高級家具を作ってらっしゃる、その破砕に一部使い道に悩まれてらっしゃるという、特に付加価値をつけた使い方というのを模索していらっしゃるという話を伺って、思想の部分に共感をいただいて一緒に作っていきたいということで、パッケージの共同の開発というのがスタートした次第です。自分の肌につけるものがいいものであるっていうだけではなくて、それが自分だけじゃなくて周りにとってもいいものなのかっていう、これはもうビューティーを超えて、もっとより大きな倫理観の高まりっていうところのトレンドだと思うんですけれども、今までのような消費型のいわゆるこう物質的な豊かさっていうところから、やっぱりちょっとそれだけでは満足できない、それを豊かさだというふうに受け取りきれない方々っていうのに対して、やはり新たなよりもう少し共感だとか、貢献だとか、そういったものにドライブされた精神的な豊かさの在り方ということを提供していきたいなというふうに考えて、このブランドを立ち上げるに至りました。